ワイルドバンチの集合写真、フォートアースファイブ写真として知られている、モノ前列左から、サンダンスキット、ベン・キル・パトリック、ブッチ・キャシディ、後列左から、ウィル・カーバー、ハーベー・ローガンサンダンスキットことハリー・アロンゾ・ロンガ・ボーは、アメリカ西部開拓時代後期のアウトロー、強盗。愛称は、彼が1887年に、馬泥棒の罪で収監された、刑務所のある、 ワイオミング州サンダンスに由来している。ブッチキャシシリと共に、強盗団、ワイルドバンチを結成し、アメリカ史上最も長い期間にわたり、銀行強盗や列車強盗を働いた。ワイルドバンチの前身、壁の穴ギャングの残党とも言われるが、通説に止まり定かではない。追い詰められて、ブッチと共にボリビアまで逃走するも、隠れがお軍に包囲され、銃撃戦の末に死亡したとされる。 死から100年後の2008年、彼とブッチが死亡した、ボリビアの村、サンビセンテに、当時の手配書や遺骨などを展示する、記念館が開館した。1969年の映画、明日に向かって撃て、の題材にもなっている。ペンシルベニア州、モントクレアにジョサイやロングボーとアニージープレイスのごし、サマナ、エマ及び、ハービー・バッシュとして生まれた。ロングボは、 大部分、イングランド及び、ドイツ系であり、一部ウェールズ系でもあった。15歳で、いとこのジョージと、ホロ場社で西に旅行した。1887年、ロングボーは、ワイオミング州サンダンスの牧場から銃、馬及び、蔵を盗んだ。逃げ去ろうとして彼は当局に捕らえられ、裁判官ウィリアム・エール・マギニスによって、在官18ヶ月の判決を言い渡された。中に、 三段スキットのあだ名を与えられ、以後これを名乗った。出所後、彼は牧場労働者の仕事に戻り、1891年25歳で、彼はカナダのアルバータのバーユーレンチで働いたが、それは当時最大の商業的牧場の一つであった。ロングボーは1892年に列車高等、1897年に他の男性5人と共謀した。 銀行強盗の容疑をかけられた。彼は、この頃からブッチキャシリィをはじめとするワイルド、バンチと関係するようになった。ロングボーは、手がすぐに銃に行くと噂され、しばしば銃使いと言われていたが、彼とパーカーが殺されたと言われる、後のボリビアでの銃撃戦より前には、誰をも殺さなかったことは知られていない。彼は、ギャングのキッドの称号を与えられたもう一人の無法な、 構成員である、キッド・カリーよりもよく知られるようになったが、ローガンは、ギャングと共にいる間多くの人を殺した。多くの記事が、ザ・キッドに言及したから、ことによると、サンダンス・キッドは、キッド・カリーと間違われたかもしれない。ロング・ボーは、実際に、ジョージ・カリーが率いるギャングを、バイオミング州の、壁の穴の隠れ家まで後を、追う、法執行者らとの打ち合いに参加したし、その打ち合いで、 法執行者二人を負傷させたと考えられた。ただし、それを例外として、実証された打ち合いへの彼の巻き込まれは知られていない。ロングボーとローガンは、モンタナ州、レッドロッチで、銀行強盗を働く前は、隠れ家として、ワイオミング州コディの、現、オールドトレイルタウンで、滅場社を隠れ家に利用した。パーカー、ロングボー及びその他のならず者たちは、 ワイオミング州北中央部の壁の穴からオールドトレイルタウンまで走る別の滅場車であった。その滅場車は1883年アレクサンダー・ゲントによって制作された。歴史的にはこのギャングは一時は脅迫と交渉に主に依存して強盗の間暴力の欠如で最もよく知られた。が、それにもかかわらずもし囚われれば彼らは公主に直面した。 しかしながら、ギャングのそういう描写は、決して正確ではなく、大部分は彼らを非暴力的に描くハリウッドの描写の結果である。実際には、老眼一人によって殺された、法執行者五人を含む、幾人かの人が、ギャングの構成員によって殺された。指名手配制紙に関わらずの張り紙が、捕獲、または死亡につながる情報について3万ドルもの。 報奨金をかけられて国中に貼られた。彼らはワイオミング州ケーシーに近くに位置するホールインザウォールに潜伏し始めた。それは収益域,域を全方向、見渡す高台に位置したので捕らえられる恐れのほとんどないまま彼らはそこから攻撃しかつ退却することができた。しかしながらチャーリー・シリンゴが率いるピンカートンの探偵たちは数年間にわたって このギャングを追い回した。パーカーとロングボーは明らかに事態が少し静まるままにすることを欲しかつ新たな行動場所を探しに1901年2月20日合衆国を経った。ロングボーは妻エッタプレイス及びパーカーと共に英国船ハーミニアスでアルゼンチンのブエノスアイレスに向けて公開した。ロングボーの死亡に関する諸事実ははっきりとは知られていない。 1908年11月3日、ボリビア南部のサンビセンテという小さい鉱山町の近くでアラマヨ・フランク ICIA 銀行さんの旧市が会社の賃金総額1万5000ボリビアペソ相当をローバで運搬中に面をつけたアメリカン人2人の山賊に襲われ強盗された。山賊たちはそれからサンビセンテに進み、そこでボニファシオ・カサソラという地元の鉱山労働者が 所有する小さな下宿屋に下宿した。カサソラが外国人の下宿人二人を疑うようになったとき、カサソラは家を出て近くの電信里に通知し、電信里は近くに駐屯する小さなボリビア陸軍機兵部隊、アバロア連隊に通報した。部隊はフスタコンチャ大尉が率いる兵三人を賛美戦手に急破し、そこで彼らは地元当局に通報した。 11月6日、晩、下宿屋は、アバロア連隊からの兵3人と共に、地元市長とその職員たちからなる、小集団に取り巻かれた。兵2人が、山賊2人が泊まっている家屋に近づいたとき、山賊たちが射撃を始め、兵のうち1人を殺し、もう1人を負傷させた。それから拳銃での撃ち合いが続いた。午前二時頃、発砲の休止中に、警官隊と兵たちは、 家屋の中から一人の男性が悲鳴を上げるのを聞いた。間もなく一発の銃声が家屋の中から聞こえ、その後悲鳴が止んだ。複数分の後、もう一発の銃声が聞こえた。地元の人々が場所の周囲を包囲していたため膠着状態が翌朝まで続いたが、その時彼らは中に入ると両腕、両足に多数の銃創を負った、遺体二体を見つけた。 男らのうち一人は全額に重傷があったし、残り一人は米紙に断根があった。地元警察報告の推理によれば、遺体の位置から判断して、一人の山賊が一時的な共犯者を安楽死させるために打って致命傷を負わせ、その直後、最後の弾丸で自殺した。トゥピサ警察によるこの後続く捜査において、山賊たちは、 アラモイオ総賃銀ゴートを働いた男たちであると、身元が特定されたが、しかし、ボリビア当局は彼らの本当の名前を知らなかったし、彼らの身元を明確に特定することはできなかった。これらの遺体は、小さなサンビンチェンテの共同墓地に埋葬され、そこでは彼らは、グスタフ・ツマーという、ドイツ人鉱山労働者の近くに埋葬された。 印が付けられていない彼らの墓を見つけようという試みがなされてきたが、特に1991年のアメリカの法医学人類学者クライドスノーによる試みがなされて、パーカーとロングボウの生存する親戚と合致する DNA を持つ遺物は発見されなかった。この不確定性が一人、または両者が生き延び、結局合衆国に帰ったという主張につながる。 これらの主張の一つによれば、ロングボーは、ウィリアム・ヘンリー・ロングという名前で、ユタ州の小さな町、ドゥーシェインに暮らした。ロングは1936年に死亡し、町の共同墓地に葬られた。彼の遺物は2008年12月に発掘され、彼がハリー・ロングボーであるか否かを決定する試験が行われ、しかし結果は、ウィリアム・ロング説を支持しなかった。ありがとうございます。